もう年の瀬ですね。7回よりも伸びたね。ちょっとなんて言ったんですか。今年は皆さんと知り合えて楽しかったです。ほんと皆さんと集まれて嬉しいですよ。ボイスの触りはわからないよね。社会人さんもそのスタイルですか。みんなもうお酒入ってそうですね。よかった、ボイス設定間に合ったんですね。ところでどういう集まりなんですか。コラボやるみたいですよ。あれ、生声参戦おる。コラボ、今回は年末最後のコラボ、2012紅白料理2022だぜ。だからこのメンバーなんですね。俺らは白組だから、白いおせち、オードブルなんかを作るぜ。サムネの編集は私がやりました。さきありがとうございます。サムネ、どういうことですか。全員一人ずつ料理を作れば、いつの間にかオードブルが出来上がってるってわけですよ。それで食い倒れさんってことだね。みんな同じサムネになっちゃうから、自分が作った料理は、拡大なんかすればわかりやすく差別化も図れますね。これはペカさんの案ですね。あれ、アイデアこじきおる。でも料理かぶらないように、牛、豚、鳥、魚介、野菜、成果で枠組みを作ってましたよね。とりあえずあの辺までもらったんですか。ツッコミでボケるのやめてもらって、初めて絡むのにツッコミばっかりで疲れちゃいましたよ。それじゃそろそろ料理していきますか。みんなで頑張って年末最後まで盛り上げましょう。戦闘力高めの演出ですね。争い事大好きなんで。戦士層チャンネルだった。それじゃ作っていくぞ。足引っ張らないように頑張ろうな。ウクヌシは鳥料理を作るのだ。鳥を飾るのにふさわしいのだ。一斉投稿だけどな。さようでしたか。ところでなんでこの料理なの。フランスの家庭料理だしな。年末くらい実家の味食いたいだろ。知らんけど知らんけど保険やめてもろて。ちなみに玉ねぎはペイザンヌ。別にペイザンヌじゃなくてもいいぞ。いや、ペイザンヌがわからん。色紙切りのことだな。見ても形が残るから見栄えがちょっと良くなるぞ。心と時間にゆとりがある人だけやるといいのだ。こんな感じに全部切ったら次はキノコをしばいていくぞ。なんですかこの残り物みたいなキノコは。誕生日動画の時のあまりだな。もったいないだろ。今じゃないとダメだったん。これも好きなように切ってくれていいぞ。なんてったって家庭料理だしな。家庭料理オロナインくらい万能だな。なんなら包丁も使わなくてもいいぞ。家庭料理に洗い物は一番の敵だからな。間違いないのだ。やっとメインにたどり着いたな。これでまな板の出番は終わりだぞ。それが鶏肉なのだ。これは一口大に切ってくれ。嫌だったら何でもいいぞ。つまり何でもいいってこと。白組の皆さん何作るんだろうね。一番すごいみたいな愛をしてるやつが何回っていうのだ。それはそう、釈明ができん。編集段階の今では分かってないから楽しみだな。それじゃ加熱調理に入っていくぞ。鶏肉の生食には気をつけろよ。責任なんか取らねえからな。加熱調理に入る前に流れでも説明しようか。これやってればわかるんだけど、フライパン一つでできるようにしたから、洗い物も少なくて済むぞ。これはめっちゃありがたいね。なんかシチューに似てるな。一番の違いは煮込む前に肉を焼くかどうかだな。肉を焼くことで肉の旨味を外に出さないようにするから、ふりかっせは肉がメイン、シチューはスープがメインみたいなとこがあるな。久々に勉強になったわ。ルーで殴るぞ。それじゃさっき言った通り鶏肉を焼いていくぞ。頑張るのだ。僕は年末に備えてみんなと遊んでくるのだ。勝てるわけねえだろ。これだけ終わらせて遊び散らかしてくるのだ。あいつらガチかよ。さっさと終わらせてこたつでぬくぬくしたいのだ。うまそうに焼けてるじゃねえか。次はこれを一旦取り出して。鳥だけに二度と話しかけんな。あ、ごめんなさいなのだ。でもあれはそっちにも問題あるのだ。余計なと下がったじゃん。あげたつもりはねえ。名誉挽回するのだ。玉ねぎ、薄力粉、残り物キノコ。余計なこと言うな。白ワインで香りをつけて炒めるのだ。てか本当にフライパン一つで完結してるのだ。それじゃさっきの肉を戻して煮ていくぞ。チキンブイヨンをぶち込んだら、ちゃんと鶏肉に火が入るように煮ろよ。今どんな感じ。あいつが嫉妬で狂いそうだったぞ。僕も遊びたいのだ。でも人見知りだから向こうから話しかけてほしいのだ。めんどくさすぎだろ。薄力粉が入ってるからとろみもついてきたな。いよいよ仕上げに入るぞ。生クリームをぶち込むのだ。一気に冬っぽい料理になってきたのだ。生クリームが全体に馴染んだら、余熱でバターを溶かして盛り付けていくぞ。鶏肉のクリームに改め、ふりかけドプーレの完成だぞ。ちょっと何言ってるかわからないけど、早速食べてみるのだ。ぶっ飛ばすぞ。いつの間にバターライスなんか作ったんですか。煮込んでる間暇だったから作った。イケメンなのか。一番頑張った僕が先に食べるのだ。いただきます。
っぽい濃厚なのだ。冬にドンピシャな料理なのだ。キノコと相性抜群だな。家庭によってはカレー味にしたりするところもあるんだって。アレンジやら応用の効きやすい料理だから、たくさん作ったとしても飽きずに済むぞ。ぜひ試してくれよ。それと今回概要欄にアンケートを用意したから、赤組と白組どっちが良かったか投票してくれると嬉しいな。感想も一緒に書いてくれるともっと喜ぶぜ。ちゃんと赤組と白組どっちも見てからよろしく頼むぞ。感想は褒め言葉以外は受け付けねえからな。イエスマンの求人出すな。それじゃ僕はみんなと遊んでくるのだ。よし。あいつさりぎはキモかったな。また来年もよろしく頼むぜ。それじゃあ、またな。